ケイトリン・サンデノは、アメリカ合衆国の元競泳選手で、オリンピックチャンピオン、世界選手権派者、元世界新記録保持者である。サンデノは2004年のアテネオリンピック競泳の4、X200 メートル自由型リレーにおいて、当時の世界新記録を樹立して、金メダルに輝いた。カリフォルニア州オレンジ軍、ミッションビエホ出身、10歳の時に、 地元のスイミングクラブに通い始めた。すぐに頭角を表し、トップスイマーの一人と目されるようになる。高校は、レイクフォーレストの L、トロハイスクールに進学し、同校水泳部の選手となる。17歳で迎えた2000年シュドニーオリンピックにおいて、サンデノは800メートル自由形において、銅メダルを獲得したほか、400メートル個人メドレーで4位、入賞。 200メートルバタフライで6位入賞を果たした。南カリフォルニア大学に進学後の2003年には国内選手権において200メートル個人メドレー、400メートル個人メドレー、及び200メートルバタフライの各レースで優勝を飾った。21歳で迎えた2004年アテネオリンピックではサンデノは3個のメダルを獲得した。すなわち400メートル個人メドレーで銀メダル。 400メートル自由形で銅メダル、そして圧巻は800メートル自由形リレーでの金メダルである。この時のメンバーはナタリー・コーグリン、カーリー・パイパー、ダナ・ボルマーとサンデノで旧登録チームが持っていた世界記録を17年ぶりに2秒以上縮める圧倒的な世界新記録であった。2008年北京オリンピック国内選考会で敗れたサンデノは 第一戦の競技者引退を発表し、スポーツ放送の仕事に携わる。2010年5月にシンクフィジカルセラピーに参加したサンデノは、これをヒントにスイムタンクというベンチャーを立ち上げた。同年のスイミングシーズンには、サンターナにある、私立カトリック系高校であるマータ・デイ・ハイ・スクールで、水泳部コーチを務めた。2014年の南京ユースオリンピック、競泳開催時には、サンデノは、 NBC のアナリストを務めている。憧れの競泳選手として、ジャネット・エヴァンスとサマー・サンダースの名を挙げている。またマイケル・フェルプスになずらえて、女性版・フェルプスと呼ばれることに対し、サンデノは、その例えは何度も何度も伺いました。とてつもない惨事で、非常に光栄なことですと答えている。ありがとうございます。